アルプス第3ペアリフトに乗ります。ここさ崖なんだよな。崖、あ、このさ鉄のさ柵さ先シーズンなかったことない？あ、いくらでも池あるね。2メーター以上あるな、まだ。いや、五流に来れました。ただ一本しか滑れんかったわ。もうあと帰るだけだな。もうこの、もう乗れないでしょ、このリフトに。まあ、もう、だからレポートだけだね。悔いが残るな。ゴールデンウィーク行きたいな。あ、高須ダイナー専門チャンネルです。高須、岐阜県のね、高須のパークとダイナランドと、あとスキー、スノーボードのね、専門チャンネルで、土日月にね、動画アップしております。はい、今日はちょっとたまたまね、ちょっとこっちへ来たんですけど、このウェアは何だろうね。どっかのスクールかな。いやーでもね、これコブさん一日ごとに鳴らすんかな。いや寒いな。あとゴールデンウィークまであと何回雨降るんだっけ。曇っとって見づらいと思うんですけど、まあ雪まだありますよ。あと2回ぐらい雨降ると結構ね、土がね見えてきちゃいますね。もう雪も降らんだろうし、あ、今度いつ雨だったっけな。あー、練習しに行きたいよね。やっぱ丸いよね、コブがね。上手な人が多いで。ここもね、この時期にしてはちょっと怪しい方だよね。土見えてなかったけど、さっき滑ってね。今シーズンさん、ちょっと汚くない？先シーズンより。あれが五竜の頂上だっけ？もう一個向こうにあったっけ？あ、違う。あれが一番高いんだ。あれが一番高いんだ。このリフトね。あ、動いとるな。これならよかったな。もう一回来て、ここでぐるぐる回したいな。この辺の地域で。地域っていうか、このコブ斜面で。これ降りたら、今何時だ？もう乗れないよね、多分ね。もう一回乗れるのか？まあいいや。はい、高須ダイナー専門チャンネル。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。うまいな、うまいな。先シーズンこの辺にスロープ、あるわ、作っとるじゃん。深いな、深くなっとるな。これスピード出そうだな。これはスピード出るな、多分。深いな、手に激突するじゃん。あそこきついな、あれはきついな。ここで曲がりきれんくてみんな脱線しとるじゃん。深いな、深いな。ドブ川みたいじゃん。ドブ川滑るみたいじゃん、こんな。ああ、これちょっと滑ってみたいな。これ、GoPro で撮りたいな。
これはゴブ斜面だね。はあ、違うの、あれだな、あれが一番高いんだ、あそこだ、五竜エイブル両方合わせてあれが一番高いんだ、あそこか、ここだな、一番高いのは。うん、八方根よりこっちの方が好きだけどな。八方根さ、めんどくさいんだよ、何かと。車中泊していかんし、トイレもないし、駐車場有料だし。もう一回滑れるか、あのバンク行ってみようかな。はい、他の動画も見てね。バイチュー。